拝殿本殿立ち即備目神社は、大阪府堺市南区宮山階にある神社。演起式神明朝に記載されている、泉国大鳥群の式内社である。旧社角は豪社、荒山宮とも呼ばれ、境内の周りは荒山公園として賑わっている。泉国大鳥群の演起式内社二十四座の一つで、戦火天皇の時代の創建と伝えられている。 明治社年までは創福寺と併存した神宮寺であったが、神仏分離の際神社のみとなった。あと二号社に列せられている。本殿は室町時代の建造物で、国の重要文化財に指定されている。境内には十三の末社、坂上神社、鴨田神社、大神社、住吉社、天寺社、八幡社、春日社、熊野社、白山社、弁天社、稲荷社、 副祉者、水天宮があり、合わせて、荒山宮と呼ばれている。1963年、仙北ニュータウンの造成計画に伴い、社有地の大部分が売却され、住宅や荒山公園が作られた。それにより、当社は、境内の整備や廃電、三周年等の大改築が行われている。鴨脇いかずち命、住吉命、ことしろ主命、竹内すくね命、 大田伝魂氏、大名無知の命などとされるが、いずれも根拠は不詳。坂上氏が祖先のあちおみを祀ったとされるが社名からの推測であり根拠は不詳。ありがとうございます。